今日のお話は怖い狩人だよ。昨日書いて仕上げたばかりなの。うんうん。あるところに一人の狩人がいました。彼は背が高くて、体は大きくてたくましくて、両手で鉄の棒をぽっきり折れるくらいに力持ちでした。だから彼に捕まったら誰一人逃げられません。彼は森の奥にあるキャンプ場に住んでいて、自分の縄張りに入った者はみんな殺してしまうのです。そんなある日、森にある大学生たちがやってきました。彼らは森の中で遊び、酒を飲み、踊り明かしました。でも夜になった時、その中でも一番たくましい男が気づくとどこにもいなかったのです。え？どこに行ったの？彼は狩人に殺されたのです。そしてその頭は木の枝に乗せられました。次に目をつけられたのは金髪の女の子。こうして彼女も殺されてしまいました。3番目は頭が悪いチビ、4番目は頭がいいノッポ。最後に狩人は一番おとなしくて優しいヒロインのそばまで来ました。これが彼女が聞かせてくれた最初のお話でした。とても面白くてワクワクするお話でした。これはジェシカという少女の物語です。まあ、お久しぶりです。1ヶ月ぶりでしょうか。彼女は映画でよくあるように優しくて控えめで礼儀正しい娘でした。ある日、お友達に連れられて彼女は美しいキャンプ場へやってきました。そこの湖はとても綺麗で、プールパーティーをするにはもってこいの場所でした。また背が伸びましたね。立って見せてくれますか？けど彼らは知らなかったのです。その湖の奥深くに戦いに敗れた邪悪な軍隊が潜んでいることに。そんな顔をしてどうしたのですか？彼らはたくさんの邪悪な獣を引き連れて、とても恐ろしい邪悪な計画を実行しようとしていました。こうして凄まじい大虐殺の舞台が幕を開けたのです。何か私にできることがあれば言ってほしいわ、ジェニファー。ええ、あれは恐ろしい悪夢でした。ジェシカは一心不乱に走り出しました。走って走って、つまずいて沼に落ちるまで。全身黒い煙くじゃらな化け物が大きな口を開けてその背後に立っていた。それからジェニファー、泣いているのですか？ジェニファー、もう行くわよ。どこにいるの？あ、大変。ママだ。ここよ、ここにいるわ。ええ、泣いているのね、ジェニファー。この日記いらないのですか？どうして湖に捨ててしまうのです？もう行かないと。多分もう二度と戻ってこれない。本当にここが大好きだったわ。さよなら、ジェシカ。そっか、さようなら、ジェニファー。これが彼女が聞かせてくれた最後の物語でした。
私には彼女のさようならの意味がわかりませんでした。何せ彼女は一度も私に会ったことがなかったのですから。その後ジェニファーに会うことはありませんでした。いつまでもいつまでもとても長い間ずっと、私はキャンプ場で見つけたものすべてにそれぞれの物語を考えました。でも聞いてくれる人は誰もいません。この森には人なんて誰もいなかったので、初めの頃私はモフモフの仲間たちと一緒に過ごしました。彼らにおとぎ話を話して聞かせ、登場する化け物のモノマネを教えたりしました。みんなでおとぎ話を一つ一つ演じるのはとっても楽しいものでした。けど時間が経つにつれ、どのシナリオも楽しくなくなっていきました。どれも飽きてしまって、そんなある日、あの若者たちがやってきました。おとぎ話で登場するような、おのおの異なる性格、見た目の若者たちが。彼らと一緒に遊ぶのはとても楽しかったのですが、私はずっとジェニファーに会いたかったのです。二度と会えないと諦めかけていた時、彼女がまた戻ってきました。彼女は私が知らない人たちと、目にしたこともないビデオカメラというものを連れてきました。彼女は映画を撮っていました。映画というのは箱に入れられた物語だとよく彼女は言っていました。彼女がまだ怖い物語をこんなにも好きでいてくれて嬉しかった。まるで昔に戻った気分でした。彼らは女性の役者が一人欠如していました。偶然にも私はその役が何なのかを知っていました。そこでいい方法を思いつきました。私は彼らに加わることにしたのです。仲間の中に恐ろしい化け物が隠れているお話と同じように、彼女がこのことに気づいた時、きっと私が考えた素敵なこのお話に驚いてくれるはず。ですが何事にもハプニングはつきもの。キャンプ場に他の人が現れたのです。わあ、本当に残念です。本当になんてついていないんでしょう。ジェニファーの機嫌も悪くなって、おかしな男の人と喧嘩を始めてしまいました。そこで雨を降らせ、彼らも私のお話に加えることにしました。彼らがいてくれたおかげで、この作品はとても素敵な仕上がりになったんです。ホラーが好きな男の人、冷静な女の人、へんてこな女の人、そして少し子犬っぽい女の人、みんなとても面白い方たちでした。だんだん彼らのことも好きになっていきました。泣きべそかいて気絶しちゃっていた今までの人たちと全然違うですもの。とても楽しくて面白い方たちでした。だから本当のことを全部教えて、彼らと友達になりたいのです。改めて彼らに伝えなくてはなりません。私は本当はアニーなどではなくジェシカなのだと。
楽しみください。ハニー、あの子飛び降りるなんて。ミス・ジェイミー、魔性が迫ってきています。